くりしていてね。今回は2021年6月に乗った YCHK の全面展望になります。マジか、今回はどこの区間なの？今回は佐世保駅から廃棄駅間だよ。すまないけど、佐世保駅入線は、なしだからね。了解したよ。では、全面展望スタートだよ。ヘイハウステンボスも行くんだね。そうだよ、車内放送もなってるけど、廃棄駅から大村線に入って長崎へ向かうよ。そういえば、2021年の6月でキハ66、67引退したよね。うん、そうだよ。そのためにこの日に見に来たんだよ。へえ、なるほどね。そろそろ、廃棄駅を出るよ。ドアチャイム綺麗だね。そうだね。次は、比喩駅だよ。日時じゃないの？日時、じゃないよ。比喩って読むらしいね。隣に誰かいるの？隣、僕の鉄道友達がいるよ。なるほどね、てっきり一人旅だと思ってた。基本は、鉄道友達と遠くへ行ってたりしてるよ。よかったね。鉄道好きな友達いてね。何かレイムお母さんみたいな発言するね。そんなことないよ。ただ、同じ趣味が合う友達がいていいなと思っただけ。なんか、ありがとう。とりあえず、大東駅までたまるかね。了解したよ。Thank you.
大東駅に着いたらしいね。マジか、完全にぼーっとしてた。次が廃棄駅だよ。そろそろ大東駅出発だよ。次が降りる駅だよね。うん、そうだよ。廃棄駅について少し説明するね。廃棄駅は長崎県佐世保市にある駅で、佐世保線と大村線が分岐してる駅だよ。今回乗ってるのが佐世保線になるらしいよ。佐世保駅博多駅を結ぶ特急緑もここを通るよ。特急緑は佐世保駅廃棄駅間だけ自由席に特急券なしで乗れるよ。マジか。じゃあ、ハウステンボスも廃棄駅からハウステンボス駅間特急券なしで乗れるの？さすがに、廃棄駅からハウステンボス駅間特急券ないと乗れないらしいね。なるほどね。Thank you.
YCHK 駅までありがとうね。また、乗れる機会待ってるからね。ご視聴ありがとうございました。